続で取ると疲れるな、お前は。もう疲れた。殺して。やろうか。はい。はい、じゃあ始めます。ザ・ルーディ・トラカズムギです。ドラムの花崎です。いやー、ちょ、一個だけ話してることがあって。はいはい。アニメをさ、うん、久々にちょっと見てたの。うん、家で。うん、で、ちょ、何のアニメかっていうと、うん、まずそのアニメの話する前に、うん、お前俺よく泣くんだけど、まあ、感動屋ですからね、うん、先生は。そう、あのよく泣くの、家にいる時とかも。家で。でもその泣くのってレベルがあるのよ、うん、あの分かるかな、あの心で泣いてる、うん、あのちょっと目がうるっとする、うん、目に涙がたまる、うん、目から涙が落ちる、うん、声が出るみたいな、うんうん、あるじゃん。ある。で、まあ、声が出るのが一番よ、うん、もうこれ号泣パターンなんだけど、うん、久々にその1個前、うん、目がから涙が落ちる目がから目がから涙が、うん、大体俺が泣いてるって言った時って、あの、うん、目に涙がたまるぐらいの話のことも多いんだけど、あ、なるほど。あの目から涙がこぼれ落ちる、うん、ちょっとアニメを見まして、はいはい、これがね、ええ、あの馬娘っていうんだけど分からんわ。分からんやろ。分からん。あのね、うん、あの競馬をね、うん、題材にしてんの、はいはい、で、あの馬の代わりに、うん、なんかその擬人化したね、うん、あの馬耳みたいなのが生えた、尻尾とか生えた女の子が走るっていう、うん、まあ、でももともとゲームとして出そうとしてたらしいんだ、アプリの。あ、なるほど。でそれと連動してアニメ化するみたいな、うん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 、だったんだけど、うん、アニメ化だけして、うん、あのゲームは一個に発売し、配信されない、配信出なくて、うん、だからあのアニメはもう2期まで行っちゃってるの、うん、もう2クール目行っちゃってるの普通に、うん、あのでその、まあ、見てて、うん、で俺ねバカにしてたのよ。確かにな、だってバカみたいな話じゃん。バカみたいな話よ。なんかその失礼やけどね、うん、そう、女の子をさ、うん、走らせてさ、うん、でそれがその史実にある馬の名前なのよ、うん、一応。なるほど、なるほど。だからその要はよくあるディープインパクトとか、うん、そうあるじゃん、あのあ今でいうアーモンドアイみたいな、うんうん、北さんブラックとか、うん、里のダイヤモンドとかっていう史実の馬の名前をした可愛い女の子が走ってんの、うん、っていう情報しかなかったから、うん、バカかよって思ってた俺。バカにしてたの本当、ぶっちゃけ、うんうん、よくあるなみたいな、最近、うん、そういう手法、うん、なんだけど、まあ、ちょっとなんか機会があったんで、うん、あのそれがまあなんかちょっとその漫画の紹介の動画を見てて YouTube で、はいはい、そしたらそれの漫画がなんかすげえ面白いみたいな、うん、っていうのを聞いて、うん、じゃあちょっとアニメも見てみるかみたいな、うん、見たのよ、うん、今日が乗ったわけ。そう、今日が乗ったから、うん、見たら、うん、めちゃくちゃいいのよ。へえ。あのそれがね、うん、そのアニメがいいのもあるんだけど、うん、多分作ってる人の競馬に対する愛が尋常じゃなくて、うん、なるほど、うん、あの本当に史実通りのあれがあんの、うん、はは、試合が、うん、あの走ってるレースが、うん、でまあ出てる馬とかはやっぱちょっとそのキャラクターが全部出せないから違ったりするんだけど、うん、はいはい、あの起きることとかが史実通りに近い状況なのよ。で、なんだこれ面白いなみたいな、普通に最初見てて、うん、可愛いし面白いなみたいな、うん、で見てたらさ調べんのよ、気になってくるから。そうやな、馬を。確かに現実の馬を、ね、うんうん、調べるわけ、うん、で俺ほんとその時知ってた馬って、うん、あのディープインパクトとか、うん、そんぐらいしかないわけ、うんうん、でまず最初に気になったのが、うん、これツインターボ、うん、知らないです、知らないです。これ、まあ、俺もちょっとまだにわかだから、うん、あんまちょっと競馬ファンの人がいたらちょっと怒られないかもしれないんだけど、うん、ちょっとこのツインターボっていう馬がまず気になって、うん、まずこのアニメの2期に出てんだけど、はい、見た目がいいのすごい、うん、超かわいい、うん、あのツインテールでビビットカラーのもう真っ青な青、うん、でなんかちっちゃいのよ、ロリみたいな感じで、はいはい、でなんか可愛いなみたいな、ギサバみたいな感じで、うん、なんか可愛いなっつって、うん、で調べるじゃんツインターボ、はい、したらあのツインターボって大逃げ馬なのよ。なるほど。めちゃくちゃ逃げるの走って、しょっぱで、しょっぱで、うん、で逃げて逃げてうわーって逃げて、うん、あの足が持たなくなって、うん、あの最下位まで落ちるって言われるの逃げきれない。そう、逃げきれないって、あの何個か逃げきれる、うん、あのレースもあるんだけど、うん、大体は逃げきれないの、だからそれがでもねめちゃくちゃその YouTube で動画見るわけ、うんうん、あの本当に走ってるの実際のレースをね。 そう、そしたらね気持ちいいのよ、うん、うわーって走ってって、うん、もう本当になんかね10馬身ぐらい差つけるの、うんうんうん、2位と、うん、
で、速攻は下げたのに第4コーナー回った瞬間にグワーって下がってってこれを調べたらあのツインターボの逆噴射って言われてるよそれ面白いじゃん、そういうの。なんかなんだこれ面白いなと思って、でそっからアニメよりも史実の馬を調べ始めたの。あ、なるほどね、うん、でなんかこいつは何なんだ。まあちょっとね、俺的にはね、調べてサイレンススズカっていう馬と、ああ名前聞いたことある、うん、ライツシャワーっていう馬、この馬がまあぶっちゃけね、理由があって、うん、まあ、これも本当普通に泣けるというか当たり前なんだけど、うん、馬ってやっぱね走ってて、うん、足だいぶ負担なんだって、うんうん、レース中に骨が折れたりする。あ、うんうん、で人間だったらさ、うん、動かなきゃ治るじゃん、うん、馬ってそういうわけにはいけないわけ、がないのよね、うん、でやっぱ暴れるしみたいな、うん、だからレース中に、うん、壊れてしまったら、うん、安楽死させたりするわけ、うんうんうん、じゃないとやっぱりもう、結局生き延ばしても足が腐ってったりして死んじゃったりするからっていうので、うん、そうそうね、判断する人がいいんだって、うん、でこのミットはどっちもそのレース中に、うん、その壊れちゃって結局その安楽死しさすのが、うん、になっちゃうんだけど、うん、それがね、まあ、サイレンススズカの方はもうすげえよくて、うん、さっきの大逃げって言うじゃん、うん、サイレンススズカもそのタイプなの、うん、ずっとバーって走ってずっと先頭走るんだよ、うん、誰一人追いつけないんよ。走ったらもう最後、うん、先頭走ったら最後マジで誰一人として追いつけない、その落ちないのスピードがいつまでたっても、うん、そのスピードのなんかまんまふわーっていっちゃう、そう行くっていう、でそれも走ってるね、姿かっこいいなと思ったんだけど、うん、でも個人的には俺はそのゲーム出たらツインターボやりてえなと思ったんだけど、うん、もう一個やっぱライスシャワーっていう馬がいた、はい、これがねもうたまんないのよ本当、うん、ダークヒーローって言われてて、ほう、馬界のダークヒーローとか、うん、あとコードブレーカーって、レコードブレーカーって言われてるんだけど、ほう、馬っていうのは三冠馬とかって言うじゃん、よく G1 のね、 G1 のって、うん、まあ、要は G1 ってレースの中に3つ大きいレースがあって、うん、それを取った馬だけが三冠馬って言われるらしいの、うんうん、だけどこれって一緒に1回しか取れないんだって、うん、だからそれを取ったらすごいみたいな、うん、なんだけど、めちゃくちゃ面白いのが、このライスシャワーは、うん、ミホノブルボンっていう馬、うん、ミホノブルボンっていう馬の三冠をまず阻止するんよ、うん、で見に行ってた客が、うん、なんでってなるの、うん、その時ミホノブルボンめちゃくちゃ強かったらしくて、うんうん、だけどライスシャワーが横からかっさらって勝つのよ、でなんだよみたいな、うん、なんかもうなんかアンチライスシャワー化するわけ。なるほど。でその次の年に、うん、今度メジロ、さっき言ったメジロマックイーンって強い馬が天皇賞っていうレースを3連覇をかけた試合に出るわけ、はいはい、でこれはもうメジロマックイーンもめちゃくちゃ本当に強くて、うん、でライスシャワーは勝つために、うん、ものすごい鍛えるんだって、ギリギリまで追い込んで、体重が前なんか12キロぐらい落として、うん、でなんか乗った騎手が馬とは思えないっていうレベルまで鍛えるんだ、うん、それで勝つの、うん、でもそしたらみんなマックイーンが天皇賞を3連覇するとこ見に行ってるから、うんうん、なんだみたいな、うん、あいつまたやりやがったよ1年前によみたいなで、そうあいつなんだみたいな、うん、なんか三冠も阻止すりゃそう3連覇も阻止しやがってみたいなってでバーって落ちなんかそのみんなにボロカス言われるわけ、うんうん、でそしたらでその後に、うん、そっから負けるのずっとライシャワー、はい、勝てないの全然、でライシャワー終わったみたいな、うん、なるんだけど、うん、なんかね多分引退直前ぐらいのレースで、うん、ね勝つのよ、うん、その映像がね、うん、もうマジでもうほんと泣けんのよでその次のレースで、うん、ついに人気投票1位になるわけよ、うんうん、今までこのアンチだらけの状態の中から、はいはいはい、でその1位になったレースで、うん、足が骨が折れて、うん、死ぬのよ、うえー、俺本当ずっとその映像見て先泣いてる家で一人で本当にもう号泣すんのよ本当にもうなんか涙止まらないんだよそのぜひね馬娘のね制作陣の皆様いらっしゃったらいや本当ちょっとねライスシャワー3期でいやライスシャワーは今7話で出てる多分次8話、うん、次8話なんだけど2期、うん、8話がその天皇賞を阻止する話っぽい、うん、へでもそれがまあ本当になんかね、うん、その史実のそういう設定をこう、うん、埋め込んだ上で、うん、そのキャラクターに落とし込んでるから面白い。なるほどなるほど。だから本当は馬はこんなこと思ってないかもしれないっていうのを、うん、あえてそのキャラに落とし込んでるのよ。そうね。だからそれがねすごい上手くてね、うん、馬だけに。馬だけに。ふう。
お後はよろしいようで、喋りすぎました。誠に申し訳ありません。今回は多分コーナーはありません。では行きましょう。ザ・ルーディの大将、今夜もやってる？この番組はザ・ルーディというロックンロールバンドを世界に知らしめていこうという果てなき野望のため立ち上がった我々が、こんなご時世居酒屋にも行くに行けないあなたのためにお酒を楽しみながら気軽に聴いてほしい、そんな気持ちでお送りするラジオ番組です。この度は誠に申し訳ありません。喋りすぎました。ちょっと本当に馬への興味が急に出てきたんで。本当にやる気があるのか。いや、すいません、本当にあのみんな本当ちょっと競馬見に行きたいなってコロナ収まったら競馬一回見に行こうかなって思った。みんなで行けばいいじゃないか。改めましてザ・ルーディの糸野和麦です。いや、衆議院議員の花崎です。じゃあ久石さんがね、もう今日来てるってことで、はい、はい、早速行きましょう、ね。今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、すみません、本当にあのちょっと喋りすぎました。熱くなっちゃって、久々に。こんなにさ、その最初からいてくれてるじゃん。うん、で別にさ、そのマイクをそのオフにするわけでもないからさ、久々さんの合いの手も入るんだけどさ。うん、もうその何ていうの、旗から普通に聞いてるとさ、もう放送作家の立ち位置なんだよ。横にいる。いや、ちょっとね、本当に、いや、あまりにもちょっと熱くて。うん、馬はいい。まあね、楽しいよね。この間初めて馬券買ったけど、いや、いいわ、長くなるからやめよう。じゃちょっとまた本当コロナ終わったら一回見に来てよ。うん、そう、ちょっと、うん、やっぱあの東京ドームのさ、あの横の馬券買えるところでドームシティのね、そうそうそう、ウィンズね、あそこだけ空気感違ったもんね。行った時、あんなによどんでる空気のとこないよね。プロレス見に行って、うん、あの後楽園ホールに、うん、横切ったんだけど、本当なんかあそこだけ空気違ったもん。違う、あの時はちょっと俺競馬のことをやっぱなんかちょっと下に見てたけど、掛、うん、け事だと思ってたから、うん、分かる、違うわ、掛け事だけど、うん、違う、あれは本当になんていうのかな、ロマンがあるんだよな、歴史を見る、うん、なんだよ本当なんつってんのなんだよ、歴史を見るなんだ、歴史を歴史を見るなんだってばよじゃあ久石さんにね、ちょっと質問とかやっていきましょうかね。はいはい、これであんま話せなかったので、そうね、一応簡単なとこから、うん、なんか逆にちょっと今俺はこの馬娘一生ハマりかけてますけど、うん、最近なんかハマってるものとかあります？あ、出た、ワンピース以外でね。最近ハマってるもの、うん、ないです。じゃあもう小和さんだよなんか言うんだよそういう時は無理くり。確かに、ちょ、ルーディチャレンジについてどう思いますか？ 3D チャレンジについて、うん、これ結構割とね、我々の中で結構ホットな話題で、どういうおつもりなのかと。いいんじゃないでしょうかどの立ち位置だったら悪いとは言わねえしな普通に言えないからね、言えないからこのところで、いや、あれゴミですよとか言えないと思ってて、ね、このラジオから来てさ、その、うん、なんかやってんなっつって見る人もいるかもしれない。本当に確かに見ない方がいいとかって言えないやんない方がいいですよ、対言わないもんな。いくらあんな底辺 YouTuber みたいなことしてるとは言えない、こっち頑張ってやってんだから本当に。最初ハマケンがやるって言った時どう思いました？あ、なんか、うん、やり始めんですかってあ、やり始めるんですかって感じ。対岸の火事なんだよなずっとなんか俺さ、すげえと思うんだけど、うん、多分久石さんってさ、うん、その音楽とかの多分芯があるじゃん、うん、多分自分の中に絶対、うん、明らかに、もう明らかな多分不定芯があるんだけど、うん、あのその芯以外のものに対して、うん、あの割とあの全部乗っかってくるっていう、そうね、意外と頓着ないよね。そう、なんかそのほら、例えばさ、俺はなんか最初、俺最初 YouTuber もバカしてたから、そうね、うん、今でこそさ、今なんかもう YouTuber しか見てないね、みたいな、大尊敬の、そう、大尊敬、ほんと足向けて寝れないって、うんうん、毎日が逆さ釣りで寝てるもんな、俺本当にいや、こうもいや休憩好きかよだからさ、夜寝れなかった頭に血のぼっちゃっていや、そうそう、だからあれだけど、うんうん、だからその浜木さんやるって言った時もさ、うん、まあなんか、まあ、別に好きだけど、うん、自分なんかやろうかみたいな、うんうんうん、なんか
なんか絶対おもろくなんねえだろみたいな、うん、そういう否定的な意見あったけど、まあ、久々さんってあんまそれないよね。ないない、すごいちゃんと全部乗っかるし、うん、ないね。ないよね。もういやでも本当にね、その言う通りだと思うんだよ多分、うんうん、何でもいいんだよね。そう。だからなんか多分そのね、芯がある人の多分これね、あれだと思う、あのパターンの一つだと思う、うん、その芯が崩れない限りは、うん、もうあと何やってもいいみたいな、うん、それはねちょっと分かります、感覚的に。潔いよね、うん、あるなそれは、うん、そう。でもあれ多分いいコントラストでさ、ハマケンと久さんだからあれ成り立ってるんでしょ。成り立ってるわ、分かる分かる。ハマケンと麦でもハマケンと花咲でも成り立ってないじゃん。成り立ってない。あれはね、ハマケンと久さんだから、うん、だからね、空気感がいい。あ、そうなんや、うん、そう。なんかね、あのロックンロール好き小僧みたいなのがキャッキャしてる感じが出ててすごいよくて、うんうん、いや単純にやっぱこうなんていうのかな、ハマケンがさ、このずっとこうキャッキャしてるじゃん、うん、あの時、うんうん、久石さんって別にそのキャッキャそこまでワーワーしてないんだけど、うん、なんかそれがいい感じになってると俺は思うんだよね、その対比というか、うんうん、だからさ、この間さ、あのちょっと正月付近で撮ったじゃん。撮った。あれ俺ちょっと編集したのよ、俺が今回、うんうんうん、ちょっと手伝って、うんうん、編集した時に本当俺は反省したの、うん、俺の笑い声うるさすぎる本当にあの俺喋っちゃダメなんだ、あの俺気づいた、あの YouTubeルーディチャレンジの時は俺は本当喋ったらダメ、うん、ヤジ入れちゃダメダメ、うん、なるほど。で6割ぐらいの笑い声なの、うん、必要なのは必要なのは、そう、なんかハハハハみたいなやつでいいんだけど、うん、俺本当10で笑ってるから、笑ってる笑ってる、うわーそう、うわーって言ってるからそうなのよ笑い方がさ、もう破裂しちゃってて本当消すのよ周りの音、周りの音、うん、本当に自分で編集して、うん、今までその編集してくれてたやん、うんうん、それ本当に俺も大感謝してさ、うん、うるさかったろうな俺の声っつって本当今度からちょっと気をつけますって。そうな、ピンマイクで撮ってるわけじゃないからね。だから俺本当カメラを花咲が持ってちょっと離れた位置で笑ってるのが一番いいかもしれない、うんうん、だからあなたが藤村君みたいな立ち位置でいるのが一番いい、ね、俺ヤジも入れてたんだけど、ね、俺自分の入れてヤジほぼ削ったからねいらねえなこいつって、だってうるせえよカメラ横で撮ってて、そうそう、あんたが持ってるからね、うん、だからちょっとあれ反省したわ、さすがに今回ちょっと次回から気をつけようと思って。まあそんな感じでルーディチャレンジについてですね、はい、逆にちょっと聞きたいのが、うん、久石さんからもし音楽を撮ったら、うん、何が残るのかっていうのを花咲が考えてきたんですけど。ああ、うん、あの発表だ、発表、違う、何があなたに残るんですかっていうことを逆質問させてもらってる今。俺に質問、普通の質問なんですね、逆じゃないよ逆質問かと思ったわ、うん、俺に何が残るか、うん、そう、音楽取ったらあなた何なのよっていう。お笑いじゃないそうね、あなたしっかりお笑い好きだもんねそうマジか俺でもマジで今バンドやってなかったら、うん、漫才師になって痛かったんじゃないかなと思う。ああ、なるほどね。あ、うん、なるほど。お笑いちゃんと好きやもんな。うん、この間だってあれは M1 の優勝したコンビ、ああって言ったら、うわっって言われたもん。うん、バラされたっつって。ああ、なるほどな。そうか、そういうことか。キングオブコントじゃないかな。あ、キングオブコントか。あ、そうだね。お笑い好きっすね。うん、確かに。なんだかんだここはお笑い好きよ。うん、俺も最近見てねえから本当に。最近ちょっと本当に。うん、すみません、 YouTuber と VTuber ばっかり見てるんで、ちょっとお笑いをね、ええ、お笑いから遠ざかった生活してたんですけど、ちょっとそろそろ取り戻そうかなって、うん、この間千鳥のノブツッコミ集見ながら、うん、そろそろ取り戻そうかなと思って、うん、そうやな、やっぱエンジンかけてかんと、うん、そう、やっぱ気持ちいいわ聞いてて、と、あ、ツッコミとボケどっちが好きっすか。ツッコミじゃないかな。ああ、これは本当お笑い好きな人が言うやつ。うん、お笑い好きなやつってツッコミの方が好きなイメージありますよね。ボケの方が好きですけど、ね、あ、マジ？ボケの方が好きじゃないな、俺かき回してる方が好きだから。ああ、むちゃくちゃする人ね。そうそう、ザキヤマさんみたいな方がうん、なるほどね、うん、考えたことないな。でもボケかツッコミであんまり、ああ、2つ合わせてみたいなところあるしな、うん、まあね、ボケがだけでも成立しないし、ツッコミだけでも成立しないから、ね、確かに、うん、漫才のコンビ感というか、うん、ああ。あれグルーブね、グルーブ、うん、漫才のグルーブがいいね。ああ、やっぱそれは分かる、確かに、うん、確かにそれはそうなのよ、うん、誰が好きっすか実際。実際大木こだま響き師匠でしょマジ渋すぎだろ本当に
まあまあ好きな方だけど誰だろうな最近だと、ね、金属バット。あ、金属バットね、うん、俺金属バット去年まで死ぬほど見てたわ。本当にさるほど見てたな、うん、めっちゃ見てた。面白かったもんね。言っちゃいけない言葉言いすぎたからね。叩かれる前が良かったんだけど、うん、あそこからまた進化してほしいわ。あれでも見てて思ったんだけど、うん、金属バットってあの当時、うん、あのそういうちょっと過激な描写が、うん、あのパッと見た時に目につくんだけど、うん、よくよく何回も見ると、うん、あの目の付けどころめちゃくちゃ面白いなと思って、うんうん、分かる分かる。なんかちょっと違うなんか考え方の漫才というか、うん、あのさ、うん、あれ知ってる、あのさあのプリクラを撮りたいって、うん、でも一人で撮りに行くのは恥ずかしいから、うん、家にプリクラ機置くって話してる見たことあるのあるでしょ。あるある。あれさ発想すごくない、うん、と思って。なんかその普通だったらプリクラ撮りに行くコントにするじゃん、うんうん、あの流れって、うん、プリクラを撮りに行くっていうお笑いにしていくはずなのに、うん、じゃなくてプリクラ機を家に置いて、うん、その家に置いたことによって起きていく弊害について話すっていう漫才じゃん、うんあれ俺見た時にあすげえこれなんか面白いわこいつらと思ってさ、うん、めちゃくちゃなんか発想がすごい上手いし、うん、なんかこうぶっちゃけ放送禁止用語をさ、うん、わーっと言ったりとか、うん、なんか過激なこと言ったりとかっていうイメージで目につくけど、うん、よくよくやってる漫才めちゃくちゃ面白いよなと思ったり、うん、しっかりしてる、しっかりしてる、うん、しっかりしてるなんてね言える立場の人じゃないけど見てても面白いな、ね、気持ちいいですよね、うん、面白い。そうだね、しゃべくり漫才がいいねやっぱ、うん、あ、しゃべくりいいですね、確かに、うん、コント漫才もいいけど、うん、やっぱりね、しっかりしゃべりで笑かしてくれるのはすごく、うん、まあ面白けりゃいいキャラね、うん、キャラ全然そうだ、ね、あとはもういいキャラ、あれなんだね、このコンビはすごいなっていうのがいると、うん、売れちゃうね。千鳥とか、ああ千鳥、うん、千鳥は知ってる、うん、うん、売れていっちゃうわ。あ、押しててもってこと、うん、あ、なるほどね。だからなんかね、言いづらいのよ。なるほど。あ、そうか。あ、なるほど。はい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 、わかる、出た。それジレンマね。そうね、あれなんか知らんけどさ、その前から知ってる人たちのことを言うと子さんだとかさ、マウント取ってるって言われるようなことがね、うん、意外と、俺ほんとマウント取りだけどね。俺はもう取ってくから逆にもう乗れりゃええと思ってるよ、うん、本当に。俺はもう取らなきゃ気にすまなくなってきて特に好きな媒体に関しては、ね、うん、でもなんかこれでもねちょっと違って、本当に好きな媒体に関しては、うん、本当にもう好きで好きで仕方がない媒体に対しては取れないのよ、うん、なぜかっていうと確実に俺より上がいるから。なるほど。なんかそこ取った時に恥ずかしい思いするのは俺なんだなと思う、うん、なるほど。鬼滅ぐらい の、 なんかその社会に浸透していったものであれば、うん、なんかもうお遊びマウント取りに行くんだけど、うんうん、その俺がずっとやってるアイドルマスターとかだと、うん、本当あのあれも15周年だから、うん、最初の作品出てから、そう、ね、15年前からやってる人たちがいるの、うん、アーケード版で、うん、ゲームセンターでそんなに流行ってない時期から、うん、そうか、その人たちにかなうわけないから、そうね、そう、だからもう本当に取らない、もう下から皆さんすごいなって皆さんすごいなって言ってじゃあもうなんか次行く、うん、じゃあ最後の質問ですね。あら、もう最後になりましたって、あら悲しい、うん、寂しい。花咲から送られてきた、二人で考えたのよ。何送ったっけ、うん、あの質問、ご苦労様です。ロックの未来って書いてあるんだけどロックの未来、ロックの未来とは、ロックの未来って何だ、分かんない。ロックの未来、うん、このまま進んでいけばロックはどこに行くのか、あ、どういうものになっていくのか、ああ、授業、エモいとかに近いんじゃない、言ったらさ、そのエモーショナルっていうさ単語があってさ、はいはい、うん、っていうのが今なんかどっかに一人歩きしてさいるわけじゃん。でこれはロックもそうなってくのかとか、でもそれってもう昔なってね、うん、で今のこの状況からどうなってくるんだろうって、まあ別に何でもいいわ。何ロック、ロックってでもさ、そのビートルズとかの頃のロックと、うん、今のロックって多分全然違うじゃん、うん、違いますね。だから俺らが思ってるロックはもうそれだけじゃない、うん、あ、なるほどね。 そこで止まってるというか、あ、どうにもならない、どうにもならないと。いや、俺らの思ってるロックは、うん、このロックのままじゃ進むってことじゃない。そういうことだ、ね、その俺らが、うん、まあ、俺らの中ではでも変わると思うけどね、その持ってるさ、うん、そのなんていうのかな、なんていうのかな、あの大筋は変わんないと思うのよ。まあ例えば俺介護やってたけどさ、うん、
会をやってる中で、うん、あの手に入れた知識とか経験とかあるじゃん、うんうん、それがさあの俺のロックをさ形作っていくわけだんだん、うんはいはい、それまではそのなかったものから俺のロックだそのさあの最初さこう砂山をねちっちゃい山作るの最初、うん、でこうやって作るわけでそれがさどんどんこうやって大きくなっていくわけ、うん、その大きい砂、うん、新しい砂をこうやっていくわけこうやってどんどん入れて、うん、そしたら大きくなっていくじゃん、うん、それがロックなんだよちょごめん説明できんかったうまく、まあ、要は自分の持ってるものとか経験とかの形によってロックというのはここが変わっていくものであってただその本質最初に作った一番最初の山がなくなることはないじゃん、まあね、ずっとどこが一番下にあったとしてもって、ね、っていうことを言いたかったんだけど、うん、本当に今ごめん世界一下手だった今震え散ったわ今こあとさこれもう全然カットなんだけどさ、うん、おめえ喋りすぎじゃねちょやめよ喋るの俺もこっから喋んねえわいやもう今もう無理よこのバランスでやってんだから今久志さんに喋ってもらうのコーナーじゃなくてこれ久志さんのエッセンスを入れた俺らのラジオになってるよいやでもまあ喋ってるから、まあいいうん、喋ってるからそれメインじゃねえからメインじゃないから一瞬たりともメインになってないいやほんまにすげえ喋ってるの、うん、これ いいんだけどね、うん、いいのよ、うん、いやでもまあ分かりますそのなんていうのかなこうやっぱ砂場がロックってことねそういうことになるよ結局は違う違う最初に違うよ最初に最初にっつって最初にこうやって作った砂、うん、あれがロックなのなるほど、うん、その後は足してって形を変えてって、うん、山になるのか、うん、砂場からはみ出るのか砂場がはみ出るのか、うん、家になっていくのか形が綺麗になっていくのかっていうのは、うん、もう個々人が持ってるもんだけど、うんうん、これ何の話未来の話じゃなかったっけロック原点の話みたいなのを分かりやすく話そうとしたおじさんが散々迷子になってるっていう話になってるけど、ね、迷子の話をまあでも時代とともにね、うんうん、なんか難しいね、ロックってそもそも何なのか分かんないしね、うん、俺たちは、うん、気持ちだからね、ロックって、うん、衝動みたいなものをロックと称しているのかもしれない、俺とか久々さんは特に、うん、ああそうだね、うん、だからエモいと一緒よ、感動したとか、うん、なんか心に響いたっていうのをエモいっていう感覚にある種近いかもしれない、うん、その感覚をロックとただ呼んでるだけなのかもしれない、そうだね、うん、それを同じことを言ってた人がいて、うん、マシなんだけど、うん、あのってことは俺は無理だよ、あすいません、あすいません、あすいません、ちょっと入れました、あのね、うん、ロックンロールは熱狂と興奮を生み出す道具だって言ってたの、あ、うん、もうそれと一緒だと思って、確かに、そう、その結果がやっぱ砂になるんだよね、で一番最初に作ってた山なんだ、そういうことになる、なるほど、花崎も言ってたよ、なんだっつってエレキギターは死んだ木だそれもうだいぶ昔の話ですよ大学の時言ってて、かっけえと思ってさ、その後日調べたらさ、うん、カート・コバンが全く同じこと言ってんのあ、違う、カート・コバンがエレキギターは死んだ木だって言ってんの、うん、で違うよ、木の死骸だって言った、そう、花崎はあのじゃあ花崎はエレキギターのことそう木の死骸って言ってて、木の死骸、そう、全く同じこと言ってるって思ったら衝撃を受けたんだよ、あの時あのカートと全く同じこと言ってると思って何も知らない人間がいるの、それすごいね、そういうことあるね、うん、でも、うん、あの時でもあのなんか突飛なこと言った方がいいっていう、うん、選手権だったからね、選手権、毎日あの勝手に選手権だったから、うんうん、本当に、じゃあそんなわけで、はい、喋ってきましたんで、なかなかと、まあ、今回は長くなるでしょう、これは、まあ、これ長くなる、まあ別にね、あの何分番組とかね、そう、30分に収めろって言ってないから、うんうん、大体このぐらいの30分ぐらいの時間喋ればいいなっていう、いいよ、我々やってますから、うん、そう、いや、まあ、じゃあそんな感じで、今日はコーナーなしで、うん、ちょっと僕が喋りすぎたのもあるんで、ですね、はい、じゃあエンディングに行きましょう、しゃべっザ・ルーディの大将、今夜もやってる、よし、じゃあエンディングでーす、はい、
いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。設楽さん、どうでした？初ラジオ。初ラジオ、うん、まあ、楽しかったですね。どうですか？本当に、うん、よかった。いや、今日は本当に来てよかった。そうな、7時50分に目覚めてな、チャリンコひじこいて30分の顔して8時集合な。本当よ、びっくりしたんだからもう。俺正直来た時、久々さんもいるもんだと思ってさ、うん、ちょっとかき、あ、なんていうの、早歩きぐらいで駅から来たらさ、そう、もしかしたら久々さんいねえっつって、うん、あれっつって、もう、まあ、全然いいんですけど、うん、まあ、俺は遅れてくると思ってましたよ。もうそれ2年の付き合いなんで。分かりますよ、そろそろ。15かなって思ってた、15分遅れかなって。あ、なるほどね。じゃあ30分遅れだったね。だからまだこれ2年だからよ。そうね、4年後には、うん、もう多分1分半で分かる。あ、これ25分遅れてくるわ。このタイミングで連絡が来るってことはない。そう、でもなんかさ、その知り合ってだいぶ、じゃあバンド始めてさ、一緒にやりだして思うけど仲良くなったよね。うん、なんとなくやっぱり顔つき合わせるタイミングも多いし、ね、まあ、多いしね、うん、いや、まあ、あと、まあ、普通に喋りやすいよ、久さんは。うん、喋りやすい、うん、あ、そうなんや。そう、全肯定日差しだから。全肯定、なんかあの先輩とかとバンド組んだりすると気使ったりとかさ、周りの人よく言ってるけど、何にもねえじゃん。そうね、うん、それがありがたい、うん、気使いたくないもんね。バンド、同じバンドの中で気を使えんな、うん、そうだね、だって気使わないって理由で花咲入れてんだから。そうだよ。そうだよ。楽器素人入れてんだから、気使わないって理由だけど。最初に組んだ時そうだから。そうだね、うん、花咲入れた理由って一番仲良かったからだから、本当に、うん、そう、一番仲良かったのと体がでかかったからだから、うん、俺はだから、その今更言うけど、もう次 の、 そのドラム見つかるまでのつなぎねって言って、うん、そのまんままだ繋がれてる状態だ。そう、うん、一生繋いだまんま。終わったな、おめえ。気がついたら飼い犬よ。おめえの人生終わったら、ほんと。ルーディーっていうね、ほんと、あの、首輪が一生ついてるから。もうガチガチの病がついてるやつけど、年々重くなってる。毎年表物に変えられてくる。ガチャンガチャンって。より頑丈なものに。いやー、まあそんな感じでね、じゃあ今年また1年も、はい、これなんだかの年明けあれだから撮って初だから、そうだね、うん、今年1年もちょっと皆さん頑張って、もう2月ですけどね、うん、なるほど、そう、行きましょう。本当にまあ今後ライブもね、いろいろちびちびとそうねやる予定なんで、ね、まあコロナのね状況次第にもよるけど、うん、まあなんかね面白いことができればなと、そうね、思っております。そうね、やっぱ水着だらけの水泳大会とか出た、やっぱマジ、うん、ゲロ渋じゃん、やるで、渋い。平成の一番最初の頃の一番テレビが勢いがあったって言われてる。うんうん、バカ殿でおっぱい出る頃の。あ、そうそうそう。あの時代のやつ。あの時代のやつやる。マジ、男だけで。よ、最低だよそれ。男だけではやりたくねえ。男だけ最。テンションだけ高いやつ。テンションだけ。いやよ、俺とかがさ、うん、うわーってやって、ハマケンの服全部破けるみたいなやつ。全然やりたくない、本当に。で、ちっちゃいハマケンがここにいる。そういうクソ昔のね、クソ昔のねコラの仕方でモザイクじゃなくてね、そうそうそう、昔のあのデフォルメされたキャラが股間にいるやつね。そうそうそう、昔のあの電波少年の時ね、あのなすびさんの企画の時の生放送で、あのあれネットで生放送やってた時に、あのリアルタイムでなすびさんが動くのに対して、そのあの裸で入れられるじゃん、あれにずっと大きめのポインターをそのリアルタイムでこうやって追っかける人がいたんだ。えー、すげえ、時代だ時代、時代、この間、この間じゃないな、なんか、みんな別れてさ、あの、一人暮らしじゃないとさ、あの、住み始めたと、たまたま YouTube で見つけちゃって、うん、その検証生活、はいはい、懐かしい、全部見て、死ぬほど感動したもんね、やっぱり。やっぱそういうね、感動するコンテンツに、こうなっていきたいなって、やっぱどこかね、思ったりもするかな、なんて、ね、思ったりして、やっぱり将来的には映画撮ってね、バロンドールみたいな。バロンドールはサッカーの賞だ。俺の最終的にはね、うん、天皇賞で。今からジョッキーやる。いや、馬券握りしめて。それいつでもできるんよ。やばき俺投げろ。俺あれ好きなんよね。バーって投げてこうサーってなってるやんか。あそこのところに痛いんよ俺。本当にやるんだなって動画見て思うよね。うん、今でも舞うもん。いや本当に面白い。まあそんなわけでね、1年まあ皆さん今年もね大変だと思いますけど。はい。さあ、まあみんなで一緒にね、なんとか生き残っていきましょうということで、ええ、はい、じゃあそんなわけで、ほいほい、はい、じゃあまた次回、うん、はい、はいはい、ありがとうございました。ザ・ルーティーの板野和麦と、ドラムの花咲とギターの久志
です。はい、じゃあよろしくお願いします。いや始まりましたね。始まりました今からもう2時間近く喋ってんのよ俺ら。なあ3本目突入からこれ本当に、ね、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうまたね、あのいつになるか分かんないですけど、うん、2回目の登場もあるじゃないですか。いやごめん、ちょっと巻き場を行こうと思ったんだけど、うん、出てこなかったかしら。もう終わりだよ。